エンジョイパチンコライフ。漫画家の天草彌蔵です。今日はスロットスタイルの撮影で日の丸パチンコ辰巳店さんに来させていただきました。そうですね、スロットスタイル今回のルールは3時間実践の投資上限が1000枚、1000枚の中でどう自分のスタイルに立ち回るかっていう動画になってます。で、まあ今日は5月5日なので、5月5日って言うとかは55ジャグラーのイメージがあるので、もうオープンしてから5時間ほど働いているので、だいぶいろいろ見えてきてるかなと思いますので、ジャグラーを見つつ他の台も見てちょっと自分の打つ台を決めたいと思います。それではよろしくお願いします。本日はスロットスタイルということなので、奥のスロットコーナーの方を見てちょっと行きたいと思います。ちょっとジャグラーから見ていきたいと思います。まだ回ってない台もありますね。このゾロ目はまだあんま待ったいですね。化けが引けてないからちょっと弱い気もしないでもないですけど、ちょっと他も見てみましょう。これとかもいいですね。レグ確率も悪くないんで、そのハイジャグも悪くないですね。角もこれも悪くないですね。化けは6超えてるんで、スペック的にはどういっても55ジャグラーとかマイジャグラーの方が強いんですけど、あ、バジリスク絆出てますね。で、今ちょっと見た感じ、アイジャグも55ジャグラーも角が結構回数ついたんですよね。で、バジリスク絆も角なんで結構角強いのかもしれないですね今日。そして打ちたいと思ってるゲッターマンス、もしあんまり良くない展開だったらゲッターマンスだと。あ、スト2も出てるし結構バラエティ強めですね。いいな、バラエティ強い見せていいな。ガールズパンツァーの角も出てますね。やっぱ角ちょっと強めなイメージあるんで、ちょっと5号ジャグラーの角1691回転でピック6のレギュラー7回、レギュラー確率が6に近いんで、ちょっとこの台を回してみてダメだったらちょっとまた考えてみようと思います。角っていうのもねちょっと強めっぽいので、それではこの今合成確率130分の1ぐらいの5号ジャグラーを打っていこうと思います。で、一応今日は5号の日なんでブドウも数えながら打つんですが、55ジャグラーってジャグラーシリーズで一番僕の中では荒いと思ってるんですよね。っていうのもブドウに種類がありまして、2種類っていうか3種類か、共通ブドウと左リール狙うところで取れるブドウが2種類あるんですよね。その2種類あるせいでコイン持ちがすごい良かったり悪かったの差が激しいんですよね。だすごい結果荒くなるみたいなイメージなんですよね。ボーナスの合成確率はジャグラーシリーズでも相当甘い方なんで当たりやすいってイメージはあるんですけどね、コイン持ちがちょっと悪いっていう。で、すごいコンゴがあって座ってるわけじゃないんで、おっ、いきなり決まった。今結構アバウトにバーを狙っちゃったんで7まで滑ってきちゃいましたけど、これで単独勝ちにか分からなくなっちゃいましたね。ありがたいです。投資50枚、打ち始めて何ゲームぐらいですかね、
あ、17ゲーム打ち始めて17ゲームでビッグボーナスです。この6日前なんですけど、見てください、3000枚むちゃくちゃスピードで出て、その後全部飲まれてるっていう、もう AT 機みたいな感じですよね。意外にジャグラーも荒いんですよ、本当。朝から3000枚ジャグラー出たらもう飲まれるなんて思わないですもん、普通は。まあすぐにビッグボーナス聞いたおかげで、ボーナス確率は5と6の間、6寄りになりましたね。よいよい、さっき聞けなかった、まあ、さっきっていうかね、まあ本日2店舗目の撮影でして、1店舗目が日の丸五井駅西口店さんだったんですけど、まあそっちの動画をそっちで見てもらうとして、まあそっちのジャグラーもね、すごい当たりがいい台が多かったんですけど、やっぱ5月5日だからなのか、もともとの辰巳店さんがそういうお店なのか分かりませんが、まあ、ジャグラーの角もすごいいいですね。やっぱ角が出てる、まあ、目立つところに設定を入れるっていう癖があるのかな、まあ、このスロットスタイル、もちろんね、自分のスタイルとして、まあ、期待値が高い台というかね、高設定とかハマり台みたいなのを打つことが多いと思うんですが、まあでもなんか3時間実戦でちょっとこう遊び心も持った実戦もしたいなと思うんで、まあ、特に読みがあって座ってるわけじゃないんでね、なんか、まあ、5号の日だからジャグラーが強いんだろうなっていうイメージはすごい持ってるんですが、それにとらわれずいろいろ打てたらなと思います。いいか、おー光りましたね。あんまり逆押し僕ゴージャグはやったことがないんで詳しく分かんないですけど、アバウトしか覚えてないですね。レギュラーそして7とバーを狙って、さっきこの形で7バーって止まったんですけど、ここでチェリーが外れてボーナスが成立してる場合は単独レギュラー確定みたいですね。つまりさっきのはもう単独レギュラー確定だったってことです。どっちかなって言ってるのがおかしかったという、まあ、チェリーと同時成立だとビッグも化けもあるっていう、まあ、やっぱジャグラーを打ってる今までの一番の思い出っていうのが、まあ漫画でも書いたんですが、まあジャグラーってこう打ってると、まあノーマル機全般なんですけど、まあリーチ目っていうか告知が入っていて、あもう入ってるよと思うのに全然こう狙わない、まあお客様がいて、まあそれは結構おばあちゃんだったんですね。で、あ揃いきれないのかなと思って、なんかもしかしたら断られるかもしれないけど、こうまあ親切心じゃないですけど、もしよかったら目をしましょうかみたいな感じで言ったんですよ。そしたら超キレられて、すごいでかい声でなんか、お77ゲームビッグ、いやいいですね、77ゲームビッグ。あれは辛かったな、まあ、ちょっと今の喋り切れたりして分かりにくかったかもしれないんで、まあ、ぜひパチセブンというサイトのネットで無料で見れる漫画で見れるんですんで見てください。
ベルテンパイベルか。おー、ベル外れで光りましたね。まあ、ここが単独リーグ確定でしたっけ。ちょっと悲しい光り方ですね。来ればな。おお、来ればなとか言って、おお気持ちいいな。これコードギアビッグもありますんで、どっちかな。レグ、ほんと今日は負けばっかす。逆押し思い出すまでがちょっと怖んって感じだったけど、思い出すとやっぱ楽しいですね。すごい。だから今ちょっとフラッと見ていったときに、ゴッドイーターで400ゲームオーバーでやめてる間があって、チャンスさんと一緒思ったんですけど、ゴスロだったんですよ。スロットあるあるです。天井を狙いそうな台はゴスロだった。まあ全然ゴスロで打ってもいいんですけどね。さすがに、お、よし、単独今度はビッグでお願い。おお、ですね、110ゲーム単独ビッグ。まあ合成確率は6を上回りましたね。118分の1か。今ちょっと計算したんですけど、101個ブドウ落ちて 2.26 分の1、まあ6余ってるんですよね。まあ、ボーナスも引けてるし、多分打つべきなんでしょうなと思うんですけど、うん、悪くはないけどパッともしないな。まあ、これがね、終始勝負とか8回りの番組だったら間違いなくこれを3時間打ち切るのが正解だと思うんですよね、今のところ。スロットスタイルなんで、ちょっと他の台も触ろうかなと。ただちょっとあれなんですよね、5-5の日でマイジャグラーもビッグ級バケ級で合成6っぽい台があって、それが空いたんですよね。空いたのに気づかなかったんで、5-5ジャグラーよりもやっぱマイジャグラーの方がスペックがいいんで、そっちが空いたときに取れるのよかったなと思いましたね。ゲッターちょっと打ちたいなと思ったんですけど、めっちゃハマってましたね。まあ、ゲッター設定1でもフル攻略すれば 100% くらいある機種なんで、もし空いたらチラッとしゃばりたいなと思いますね。最近で一番お気に入りはゲッターマウスなんですよ。おお、すげえ油断してました。あるし、あの一直線は久々見たかも。
高い位置こうパッと連チャンしたいですね。連チャンしたいジャグラーはかなりしんどいな。ちょっとこっちの前ジャグラー、ゴージャグも飽きちゃったんでこっちに移動しようと思います。と気になってた前ジャグラー1回669ゲームハマっちゃってるんであれなんですけど、それま考えても大手確率5ぐらいありますし結構いいんじゃないかなと思うんですよね。ずっとこれ気になってたやつだったんでちょっとこれ打とうと思います。ゴージャグからマイジャグでそんなに絵がね変わらないように思うんですけど、なんでしょうね、僕すごいマイジャグ好きなんでしょうね。ゴージャグ打ってる時よりもはるかにテンションが高いです。名前入りしちゃいます。ビビりました、超ビビりました今。ちょっと今店員さんにあのメールに載せる用の写真撮らせてくれって言われて、ちょっとそっちを意識しながら半分心がそっち行ってたらまさかの名前入りだったんで、あーびっくりした。いや基本バー狙いなんで名前入りすることないんで、すーげー何年ぶりの名前入りだろう。めっちゃ気持ちいい。でもジャグラーなのにランプを光らせないっていう、あ、まあいや、でも持ちコインでつながったのいいですね。まだ投資50枚のまま、跳ね返りのジャグレーンはないのが、この辺とかね、60、24、58ってすげえいい感じでジャグレーンしてるのに、そういうの味わいたい、それがこれですもんね。ダクゲーム目力つか、どんどん確率が悪くなっていきますな。こうなると飲まれたらきついですね。飲まれてしまう。飲まれましたね。ちょっと考えます、他の台見ていきます。でこっちをちょっと、まあ、あのジャグラー打ってもいいんですけど、ちょっともう最後残り時間1回光らせて連チャン入れるかどうかで、ね、ちょっとオキドキで勝負したいと思います。ノーボーナス524ゲームのオキドキ打とうと思います。まあ、昨日は何ゲームでやめてあるかわからないんですが、まあ仮に100ゲーム以上回ってたら、まあ、天井も近いし残りの持ちコインで足りるんで、もしちょっと頑張って光らせたいと思います。僕は普段オキドキ打つときは設定変更して、まあ、基本的には100ゲーム以内で、まあ、設定変更という言い方おかしいですね、朝一100ゲーム以内に当たって、まあ、やめてやる、あの連チャンせずにやめてやる台、まあ、朝一100ゲームで当たったからって、まあ、リセットモードだったとは限らないんですけど、まあ、設定変更した後リセットモードに行くと初当たり率がいいんで早く当たりやすいんですよね。
でリセットモードだったのかなってところで当たった台が当たると、まあもうみんな知ってると思うんですけど、モード B に特権でモード B 以上ですか。で、まあ、そこで連チャンしないでやめちゃったらモード B の可能性が非常に高いと、まあ、設定変更しちゃったら、あ、リセットモードだったら確実にモード B に行ってるってことなんで、モード B 確定しているとか濃厚の台を打つっていうのが僕の基本的にはスタイルだったんですよね。もう今日はスロットスタイルなんでちょっと順番おかしいですけど、未練打ちみたいな感じで置き時を打つっていう、なんかジャグラーでいっぱい遊んで置き時乗るか反るかみたいな。最悪天井までは終えるで、一回は光らせれるっていうので、おお、やっと光ってくれた。まあ、これで32ゲームで連チャンしたかったらダメかなと、まあ、このままもう本当天井まで行くかなと思っただけにちょっとホッとしましたね。僕思うんですけど、ジャグラーって方向ランプが光るときペカって感じじゃないですか。でも置き時って花が光るときチカって感じがしますよ。漫画学園で擬音つけるんですけど、やっぱ置き時はチカーチカーなんですよね。花系は花とかもそうなんですけど、で超ドキドキランプとか光るときはビカーって感じなんですよ。さあこっからどうか、まあ、おきどきにこのボーナス後32ゲームに全てが詰まってますからね、凝縮されてるから。あー1ゲーム目はダメだ。いやー15ゲーム超えるともうちょっと半分絶望を感じます。時間も3時間ということなんで終了近づいちゃったんで、もうこれで終わりたいと思います。あ、いやもうすっかり夕方ですね、夕暮れですよ。いやまあなんすかね、今日実戦振り返ってみて、まあ来た瞬間にねいいゴーゴージャグラーをつかめたところまではやっぱり良かったなと思って、まあ、まあそのゴーゴージャグラーも、まあ、全然悪くない感じだったんで、まあずっと出玉もちょいちょい増えてる感じだったんですが、次に移動したマイジャグラーでコインを全部飲まれてしまい、まあ、そのマイジャグラーもね5ぐらいの確率あったんですが、結局僕がやめた時に中間設定ぐらいになっちゃったんで、まあ、中間設定ぐらいだったのかなみたいな。まあで、まあ5-5の日だからジャグラー推しと思ってたんですが、最後なんかちょっともうどうしても連チャンさせたい、ちょっとジャグラー自体があんまり連チャンしなかったんでピリッとしないと思って、まあ、乗るかそるかじゃないですけどちょっと置き時、まあ、前日の回転数とかも含めて初当たり引いてなくて500ゲーム以上ハマってたので、まあ、全然天井狙いでいけるだろうみたいな感覚で、まあ、結局800ゲームで光って32ゲームスルー、まあ、なんか立ち回りとしては普通逆でね、まあ、そっち打ってからジャグラー行くんじゃないのと思う人もいるかもしれないけど、僕の場合はちょっと今日ジャグラーで遊んで置き時で散ったみたいな、まあ、そんな感じでした。なんすかね、悪くはなかったと思ってます。
でもめっちゃ悔しい、超リベンジしたいです、まあ、まあそんな感じなんですけど、まあ投資がいわゆる700枚で返ってきたのが119枚で、まあ、結果481枚のマイナスでした。ちょっと本当そろそろ勝たないと越されることは間違いないんで、ちょっと次は気合い入れて絶対勝ちたいと思います、はい。でまあ今日実践させてもらった店舗さん、日の丸、パチンコ辰巳店さんなんですが、5月30日に寝台入れ替え予定でございます。で入るのがパチスロがコードギアス2、パチンコが巨人の星とスーパーマン、他にもあるのかもしれないけど、まあ、その辺がメインになっております。まあ、お近くの方はぜひ遊びに来てください。詳しいことはホームページ P ワールドなど見れば載ってると思いますので、ぜひぜひ、チェックしてみて遊びに来ていただけたらいいなと思ってます。次回天草やすをドッカーンいきます。もうねこの火山みたいなもうコインの噴射でもうほんと出しちゃうっていう、もう間違いないんで、ぜひ次回見てください。もう次回もし負けたらもうほんと土下座します、土下寝します、ほんとに。まあ、でこの描いたイラストの缶なんですけど、まあ、今日エレイダ、はい、まあ、バジリスク絆ですかね、それかなんかあのマジハロとか、あビンゴが一番出てましたね。じゃビンゴにこのドル箱、あイラストドル箱に刺してもらって帰ろうと思います。このビンゴでもう6箱実は7箱出ている台にちょっとドッカン、まあ、次回はこのドッカンぐらい出しちゃいますんで、ぜひ期待してください。We'll be right back.